はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も暁大付属でやっていきます。で、今回の趣旨はエイプリルフールガチャで手に入れた古永くんですね、こいつを使っていきましょうという、感じになります。で、古永くんを使用する際はやっぱりね、鎌狩りを一緒に入れておきたいので、鎌狩りも連れてきてます。で、古永くん金徳がね、伝説のさよなら男になりますので、骸骨を取るためにみやびちゃんをお借りしてます。まあ自分でもみやびちゃんはちょっと持ってはいるんですけども、45のみやびちゃんをお借りできましたので、ここに入れてますと。で、さよなら男を取って、で、結局みやびちゃんの金徳がアイコンタクトになるんで、まあアイコンタクトだとね、どうしてもまあセカンドかショートにつけたいという感じになると、守備力を上げておきたいので、田中山くんを、入れて、まあ魔術師と積極守備をつけていこうかなと思ってます。で、今回余剰はね、あの妹さんは抜けてます。で、その代わり、外野の、新島ちゃんを入れてますので、まあ、外野の練習を一緒にしつつ、外野ポイントを下げていくといったところになります。じゃあこれでやっていきましょう。どこがいいかね。新島ちゃんの評価を上げていくか最初は。あ、そう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 、だからあれだよ、スタンプ持ってきたんだ、スタンプ。新島ちゃんの評価上げていきますかね。あとはコツがどれだけ新島ちゃんが来るか。みやびちゃんか余剰か。余剰も下げておきたいんだよね。速攻で下げられるからな、余剰やると。どうしようかな、新島ちゃんもいるし、ここにしようで5になってでしょ。そうか、こいつもバントを持ってんのか。ってことは田中山くん、バントのコツを潰せるな。これもなかなかいいな、全然考えてなかったけど。久々だな、新島ちゃん使うの。ここで評価上がるんだっけ。お、上がる上がる。まあちょっとでもね、上がってほしいからね。ここもただいいね。どうしようかな、監督もいるしね。みやびちゃん、悩むのは悩むな。ここはちょっとやろう。ほんとね、暁大付属をやるときはね、練習に悩むよね。で、みやびちゃんどこだっけ、ショートだっけ。で、ショートは六本木がショートだよね。四条がセカンドだよね。ここら辺がまだあんまり覚えてないんだよね。鎌狩くん、あとはこいつがどれだけ働いてくれるかだな。まずみやびちゃん、みやびちゃん、みやびちゃんがショートで、どこだ、六本木もショート。よし、これは追求しとこう。コツをよこせ、逆境。まあ、精神はね、余剰入れるとだいぶ稼げるんで。ここは精神多いね。まあ、寝てもよかったけど、外野キャラは下げておきましょう。あ、そうか、あと新島ちゃんか。新島ちゃんは評価が低いからな、初期評価が。で、しかもかなり上げていかないといけないから結構つらいな。余剰を下げつつ鎌狩りか。いや、それともここだな。これはん、次は特になければ寝るか。酸っぱいぶどうって何、こんなんだったっけ。お、体力上がる。そうかそうかそうか、古永くんこれで体力上がるんだ。やっぱね、古永くんはね、使えると思うんすよね。あ、これはそう、鎌狩りの唯一にしての欠点、減らされる。これは寝よう。うん、67か、結構減ってたね。お、これはこれは
おいやる気が下がっただけだ。これやる気上がるっけ。上がらないか。頑張れよもっと。新島ちゃん、二宮、古永、悪くないね。そもそも余剰がいないから、これはここにしましょう。そう、古永だけでね、筋力がどこまで稼げるかなんですよね。で、総力キャラは入れてないので、まあ足アピールで来てるかな。問題点を洗い出す。でコツ、みやびちゃんか、古永か。古永ってどこだっけこいつあの守備位置がわからん。普通の人たちのサードだっけ。古永ってサードか。でサードって五十嵐か。これもちょっと追求しとく。じゃあせっかくだし、まあ八島もいるし田中山くんもいるし、ちょっと待ってね、新島ちゃんか。あと新島ちゃんの評価を上げるっていうのもな、やっておきたいんだけどな。プルヒッター、これはもうプルヒッターを取っていくしかない。早いな。臨床がだいぶ入るんだね。どうする、追求するここいいけどね、無理だな。追求しよう。パワーヒくれ、パワーヒ。よしよしよし。お、しかもコンボも来たね。まあこれは別にね、選択肢があるわけじゃないんで。平政、竜の角貝、シーラカンス飛んだよいいね初級。しかもかなりつかめるからね。お、ここはいいね、体力が回復していく。あー、新島ちゃんいるからメンタルやろう。ちょっと回復量が少ないけど、次練習できるかな無理だ、下がったから。田中山くん、まあ寝るか。チュンチュンが多いな。さてそろそろちょっと新島ちゃんの評価を上げていきたいよ。っていうか鎌狩り終わったな、早っもう新島ちゃん優先でいこう。コツも踏むを外野だし、チャンスメーカー、チャンスメーカー取れたってことはあれだな、怒りを最後に回したいね。あ、早い早い早い、いいねいいね。毎月1枚もらってるってどういうことだよ本当に。あ、そうか、これで初級もつかめるんだ追求しよう。インコース OK。 あー、ここら辺の、まあいいだろう、しょうがない、サボり癖がつくよりはいいかな。で、余剰と田中山が進んでないんで、まあまだ守備は上げなくていいかな。鎌狩りか、小山くん。あー、余剰、そうか、まだ全然下がってないんだな。打倒カウントが全然下がってないんだ。コツとかを追いすぎてたんだな。焼肉、やる気が上がってほしい。よしよしよし、二宮が下がったのはでかい。特にどうだろうね、これは7とか全然減ってねえな。余剰を下げたいね、下げよう。でここで、できればぶっ倒したい。
肩か、まあいいか、とりあえずぶっ倒せるときにぶっ倒しとこう。で本当は次六本木に行きたいんだけどな、マラソン前は無理だな日程的に。お、田中山くん1回目が来た。田中山くんはね2回で終わっちゃうからね、ちょっと守備を上げに行きましょう。そして余剰も進んだ。まあ確かにねパソコンのねスペックはね高い方がほんといいっすね。わりかし稼げてるはず。守備ちょっと初期値が低いね。 B くらいまで行く、行かないか。 C だな、若干精神が足りないから C で一旦置いておこう。ここはどうする。二宮を下げるか、メンタルで次練習できるよね体力的に。でクリスマスを迎えよう。お、負けてやがったかこの野郎ここ勝てるとめっちゃでかいんだけどな。これどうする、7位あたり下げとく。まあ一応これで体力が回復できるんで、まあ練習はバッチリっすね。しかもコツつき六本木もいる。いいね、ここ悪くないね。ちょっとこっちも見ようか。あ、こっちだな。そう、鎌狩りのねローボールヒッターと古永のねハイボールヒットがねこれ勝ち合うんすよねそこもちょっと痛いよな、ローボールヒッターおー勝った。これは六本木潰せるんじゃないか。六本木を潰しにかかろう。落ち着きバトルもな、ちょっとタイミング悪いね。体力がね回復するからね。新島ちゃんってどんだけ体力回復したっけ、久々すぎて忘れたな。これよね、わりかし回復するんですよね。完全に回復するね。さてさてさて、じゃあちょっともう少し守備を上げますか。 A にはしたい。よし OK、 これで守備は置いとこう。敏捷が完全になくなったな。ここも悪くないね。鎌狩りがどこだっけ、鎌狩りくん、鎌狩りセカンドか。もうセカンドは別にいらないよね。じゃあ普通にここを狙いに行きますか。まあ、新島ちゃんはねタックがちょっと低いのがしょうがない。さていくつ手に入るか。いくつだっけこれ、18か。大凶ポイントはそれなりに入ったな。あーここ悪くないね、悪くないけどな、どうしようかな。追求もしときたいんだよね外野だから。でもここで回復できるのはでかいな。さっき体力削られたからね、コツもあるしな。どうしようかな、もうこいつは追求しないからね。バントを潰しておくか。ここは回復しつつコツを取りに行くか。盗塁、敏捷もな足らなそうだからな。
あ、そうだ、これ忘れてた。ゲオ、一ノ瀬くん、君を倒す、君の打倒カウントを下げる。一ノ瀬ね、あんま好きじゃないんだよね。変化球がね、やっぱりね、4種類あるんで。とりあえず1本。これはボール。これもボールだね。なんだ、優しいぞ、一ノ瀬くん。とりあえず最低ラインは超えた。今のボールだったかな。なんだマジで。超優しいんだけど、めちゃくちゃ点を稼がせてくれる。今のアンダーになったか。センターフライかなともちょっと思ったけど、パワーが低いのがあれかな。むしろパワーが低くて飛んでかなかったか最後は。あそこは30に乗せたかったね。まあしょうがない。4も下がるからね。あれ早くない。まあでも守備 A あるからね。 A あるって言ってもね、こいつはそんなに成功率高くないからね。田中山くんに比べると全然低いからね。ほらだいたい失敗する。ムード丸とかね、ちょっと悲しいよなやっぱり。六本木を下げるか。これはもう六本木を下げよう。さらば六本木。五十嵐がさ、あれ五十嵐ももうあれ、あ、もともと1しか下がんないんだっけ。これはさすがにこの体力は無理だろう。1回デートを挟もう。あれ新島ちゃんって回復するよね。それすら忘れた。そうそうそう、回復するはず。27か、まあいいや。これは特に回復する必要はないので、おすすめを聞いてみようか。さあ地獄マラソン行くぜ。ダッシュしよう。最初はダッシュ、猛ダッシュ。すごい登りか。あんまりね飛ばしすぎてもちょっと。すごい登りはマジで体力減るからね。少し飛ばそう。平地、これは思いっきり飛ばして大丈夫でしょう。うんうんうん、どうだ。よく1位になったな。走力が上がった、結構でかいな。ここら辺からちょっと本当に考えていかないとね。二宮とか全然減ってねえな。五十嵐がぶっ倒せるな。ちょっと二宮厳しいね。古種だからね。とりあえず五十嵐ぶっ倒してありがとうございます。3本松が下がって、つくもと八島って倒していいんだっけ。一ノ瀬はな、ちょっと二宮をなんとかしないといけないからな。
あれ、八島ってどうなるんだっけ。古長もただな、コツをもらっておきたい気がするけど、めちゃくちゃ悩むな。八島をぶっ倒しとくか。やはり外野は早いね、コツを踏んでおくと。で1上がって、あっつくもが上がるのか。まあ外野だからいいでしょう。もう一回踏めるとだいぶ楽になるんだよね。ただやっぱり二宮が鬼門だな。三本松、新島ちゃんがいるね。つくもがやっぱりだいぶ増えてるな。二宮もな、全然減ってねえな。新島ちゃんちょっとコツを踏むか。インコースも OK。 調子が悪いか。肩って確かに全然上げてないね。 OK。 やっぱりね、魔術師は A あるとほぼ大丈夫なんですよね。これどうすっか。一ノ瀬しかいねえか。一応ちょっと見てみよう。二宮だな、やっぱり。で、これは気のせいじゃないで。養生をぶっ潰しましょう。ほら、くらえ。どうすっかね。やっぱり筋力あんまり稼げてる感じがしないからな。古永くん走塁も悪くないな。でもどうしようかな。休むっていうのもありっちゃありだよな。休むか。よし、さあここから練習が始まる。田中山くん悪くはないけど、悪くはないけど、二宮がいない。ここは田中山くんと練習をしておこう。技術がすんげーあるな。俺の守備は一級品だぞ。どうだ。なんだかんだでもう3月になってしまったか。これはここだな。二宮がこれマジ無理だ、倒せん。あれ、みやびちゃんってもう全部コツ掴んだっけ。よし、積極守備。田中山くんはね、ほんとね優秀だと思うんですよね。ちょっとミートを D くらいにしますか。でパワーがいいか。もう肩も上げときたいからね、 D にしよう。でこれを E にするか。うわー、精神がだいぶない。でこれで2回目でしょ。屋敷ってこんなんなったことないんだけど。あ、やる気が上がった。やったやったやった。あー、ちょっと練習が微妙だな。二宮だな。いやでもなんだかんだでみんなポイント高えな。
で、みやびちゃん2回目か。お、これは頼むぞ。いいね。あれ怒りが来るんじゃないの。あー、二宮 25%。 25% はね、高いよ。ちょっとさすがに高い。デートしよう。もうしょうがない。なかなか難しいね、暁大付属は。本当にあかつき大の選手が全員実装されて、あかつき大キャラで埋め尽くせば、打倒自体はね、かなり簡単そうだけどね。コツが来てる。コツが来てるけどな、こういうのをどうすればいいんだ。やっぱり二宮だな。ちょっと練習で二宮ぶっ飛ばせよ。やらなかったか。あれって1回しか起きないのかな。同じ選手で2回起きたことないんですよね。これは三本松だな。こういう風にね、ちょっとずつでも下げていければいいんだけど、ここはさすがに無理だな。またデートか。回復量がちょっと少ないからね、デートの進みが早いな。4回目と5回目がだいぶいい感じのデートになるのか。勝負だ。勝ったー。よっしゃー、よし、守備職人。これどうしようかな。頼む。やべ、お願いします。やべ様、やべ様、お願いします。お前かー二の実が良かったんだけどな。外野へのあれが深まったか。よし、これで二の実はだいぶ減らせんな。マイナス4とかすげえなこれはもうマジで二の実を倒しにかからないと。二宮どこにいる。二宮を追え。いたー。七位が倒せるね。そうするとでも三本松四もあんのか。これそうすると三本松が無理だな。でももう4月の4週だしね。しかもさ、新島ちゃんコツも踏めるんだよ。もう諦めるか諦めよう。筋力が足りてないな。古永くんがあんまり仕事をしてる感がないのか。新島ちゃんはコツ的にはもう全部潰せるんだっけ。意外性を取って、初級とかもうないよね別に。一級入魂取るか。チャンスメーカーも取るでしょ。逆境、ローボール、インコース、あとなんだっけ。あ、さよなら男とか取ってねえし。え、新島ちゃんってなんだっけ、ちょっとマジで忘れた。新島ちゃんのコツ、新島ちゃんどこだそもそも。あ、いた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 。インコース意外性チャンスメーカーか。意外性チャンスメーカーも5、あとはインコース、インコースも5か。よし、これはここやろう。ダブルノックアウト。
打倒完了。打倒完了。上がった。下がった。下がった。よし、試合だ。筋力的にどうなんだ今。パワーがいいしかない。ちょっとそれは嫌だな。パワーヒか、パワーヒとフックルヒも取っちゃおうか両方。よし、どんどん引っ張ってこう。てかまあ別に引っ張ればね、飛んでくしね弾は。全然引っ張ってねえし。飛距離君用のねキャラクターも作りたいんだけどね。ただね、打球伸び丸っていうのがね、持ってるやつがいないからな。ローリング打法はね、てかパワーがねえんだ。全然飛んでかないんだけど。結局ホームランが1本しか打てなかった。さすがに追求する必要はもうないからね。つくも一ノ瀬デートしよう。よし、これで新島ちゃんも完走と。いや、やっぱり余剰兄弟がいないときついか。全員打倒ってほんと難しいね。よし、かなり掴んだぞ。試験受けよう。てか DD だからな、大丈夫か。怒り打てるか。一応強振でいこう。もうこれは、おお、超際どい。ひどすぎでしょ怒りくん。ダメだ。やばそう。よし、とりあえずヒット。おー、無理か。やばいやばいやばい。ちょっとミートに切り替えよう。やっぱりあと1本ヒット、あと1本。やばいやばいやばい。これはやばいぞマジで。よし、よしよしよし、バントしよう。逃げる。確実に、確実にバントする。やったー。いやー、心に余裕ができたね最後。DD はやっぱりちょっと俺の腕だときついな。であと一ノ瀬と怒りをぶっ潰すくらいでいいか。チームメイトの評価が下がったとかひどすぎでしょ。これはもうちょっと一ノ瀬を、あれ一ノ瀬倒すとさ、打倒カウントこれ倍になる。もしや、いやもう3本末絶対無理だよもうここまで来たら。つくもちょっと、つくも先に下げとくか。3本末は残すしかないからね、しょうがない。もう勝負だ、俺の守備見せてやる。よし、これはでかい。あれ、こいつそりゃ1回目。まあ5月だから大丈夫でしょう。田中山くん、ね、やっぱりね、みやびちゃんさよなら、さよならしたい。これでさよならつかめなければ不毛骨を。よし、さよなら。そもそも古長のさよならが来ないと。お、進むね進むね、いいねいいねいいね。おかしくない。よし、筋力が欲しい、筋力が。
でもう6月になるからこれも絶対無理だ、絶対無理。一ノ瀬ぶっ倒そう、メンタル。まあ少しでも経験点を稼いでいきましょう。まあ、この経験点をねもらうだけでもでかいから、8上がったとか。とんでもねえな。ああ早っ早っ早っ、あれよあれよという間に進んだな。これ何、あ少しか。これだって別にさ、もう今頼んだところでしょうがなくね。よし、怒りを下げよう、怒りを。てかさ、余剰とタッグ組んでなくね、思ったんだけど。これも寝るしかないよね、寝よう。で残りで今さら出てきてもな。14とか。つくもから倒していくか。ちょっと待ってね、みやびちゃんはもうさすがに一級入魂は掴んでおくか。でさよならも掴んでおいて、逆境も掴むでしょ。ムードも掴むでしょ。で魔術師も取っておくでしょ。で内角も取っておくでしょ。でアイコンタクトも取っておくも、別にこれコツとかないからね、もうこれで OK。 よし、じゃあ練習をしますか。さらばつくも、あとは怒りを倒す。怒りいた。鎌狩りだけど、これはもう怒りを倒そう。でもう3本松が14だから絶対無理だわ。ここで落ち着くか。まあ40上がってくれればね、だいぶでかいからね。2上がった。1上がった。いくつだよもう今。あーこれでかいな、これでかいね、やりたいね。 17% 特にな、デートすることもないけどな。筋力フル中が活躍してないな。おー、これもちょっとタイミングが悪い。何にもないし。でこの能力だと打順超低そう。とりあえずミート上げとくか。精神ポイントも意外に足らないんだな。余剰とタッグを組んでないからな、少しでも筋力を上げとこう。てか古永とタッグ組んだ。俺何番、7番か。まあしょうがないよね。は欲しいからな。これ試合に勝ったらっていうか、もうこれ大丈夫か。さっきのタッグで、タッグっていうかポイントゲットで CC でしょ。で足かと肩も D なんだ。いやなんだこれ、技術がめちゃくちゃ余りそうだな。技術余りはね全然ありえるからね。全然打ってないんだな、うちのチーム。マジで、マジで引っ張れん。別に引っ張る必要もないんだけど。フルヒッターって本当どうなの？3回しか回ってこないか。まあしょうがない。
これはでかい、これはでかいけど、マジでマジで技術が余るぞこれ。いやでもさ、やっときたいよね。次ね、余剰の精神が出てくれるとすげえいいんだけど、おこれはここに来て鎌狩くんが活躍してくれたか。でかいでかい。でコツ田中山、これはもう新島ちゃんだな。ちょっとでも筋力筋力、アバターか。まずいな、肩が全然上がってないな。まあとりあえずこのくらいはいったか。余剰妹が抜けるだけでだいぶ精神ポイントが減るね。その代わり技術が有り余ってんだけど。赤杉大付属攻撃に入ります。この回の先頭バッターは来たー、いったー、はい、赤杉大付属ストレート、シュートか。シュートもなー、まあ狙い目ではあるんだけどね、こいつの場合。失投、見逃さん。お、よく回ってくるね。アバタ君めっちゃ打たれてんな。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で玉置、今日3打点を挙げています。投げました。おお、これは、あ、いったか。失投だったかな。8回の裏、赤杉大付属攻撃に入ります。先頭バッターは玉置、今日はチームの全打点を叩き出しています。俺しか点入れてないのかよ。投げました。打ちました。全く不甲斐ないチームだ。これでスカウト評価がね20くらいしか上がんないっていうのがね不思議だよな。もっと上がってもいいと思うんだけど。余剰いない。ねえ、よう、これは甲子園で目いっぱい練習すればいいんだ。ここで余剰来るか。これどっちになるんだ。いやー、みやみちゃんすっげーな、マジで経験点もらえるな。まあでもちょっとコツもあるし。新島ちゃんがいい。新島ちゃん、よーし、筋力筋力。サクッといって、足が上げられるか。肩もね B にはしておきたいね。技術がマジでマジであり余ってんな。アベレージヒッター直撮りするか。どうしてもね金徳不確定が2人くらいいるとちょっときついんだよね。ノーアウトランナー発進で捉えた。おお、タッチアウト。同点で迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面で打ちました。初球打ち、やばいやばいやばい。赤杉大付属追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁、初球打ち。ああこれはなんとかってところか。もう一回待ってこい。せめてホームラン1本打たなくては。ダメだ、ヒットが1本とか。さっきとは打って変わってたな。33とかめっちゃ下がったな。これはマジどうなのよ。やるしかないでしょ、経験点のために。北斗か、北斗もなんか出てくるようになりましたよね、甲子園に。足が A になる。ちょっと待って、これはとりあえずミートあげる。でマジでどうする。
アベレージヒッター直取りだな。ちょっとまだ保留にしておくけど、流し打ちとかも技術結構使うんだね。養生一人だと精神きついのか。お待たせ。暁大附属追う展開で迎える2回です。バッターは玉置。ジャストミート、取ってこれで3。ツーシームで上を叩いちゃったな。6番とかになってくるとやっぱり周りが遅いな。攻撃に入ります。この回のトップバッター、うわ危ない危ない危ない。ファール。投げました。低め、外れてボール。はっきりしたボール球。カウントワンボールワンストライク。これもちょっと見送ろう。バッター追い込まれました。次は4球目。投げました。よし、なんか結構ギリギリだったけど。赤月大付属リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁。オッケーオッケーオッケー。割と点取られたな。最後練習できるかこれ。いや試合経験点ボーナスすごいね。なんか守備多いな。ダブルタックとかも特に来てなかったのか。 31% は無理だこれ。おとなしくメンタル練習しよう。さてあと牙からどれだけ打てるかだな。これ90使うのか。敏捷がてかパワーアピールで良かったね。そうするとまあ今更だけど、今更だけどちょっとアベヒ取っとこうも。383のかまだ。他なんかある？やたら技術を使うやつ。フットボールヒッター取っとこう。やたら技術だけ使うっていうのないからね多分。打球伸び、やたら技術使うなこれ。これ取ろう。打球伸び20丸。これすげえ悩むな。取ろう。いい感じの経験点になったな。てか打球伸びとか重すぎだろ。三本松のローリング打法とか絶対取れねえよ。お待たせ。ただにむしろ失敗して打球伸びくれっていう感じだな。大展開で迎える1回です。バッターは玉置。打球伸び、初球打ったスタンドに入りました。振り遅れたな。打球伸び全然伸びねえし。アウト、スリーアウト。赤月大付属大展開で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという打球伸び。初球打った、取られた。抜けたかと思ったけど、てかむしろまた打ててないし。バッター玉置、今日はセカンドゴロとショートゴロ。ボール、まずはインコース低め。バッターよく見ました。投げました。いい範囲、これは狙い球だったけどな。伸びのあるストレート、投げた。ここで立って伸びるぜ。これは強烈、はい、取りました。全然ダメだ、ノーヒットだぞ今。赤月大付属この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは玉置。ほら打ちました、痛烈。ふう、負けたぜ。得点も入れられたのか。俺が全く点を取れなかったからな。それでも一応55は入るんだ。でもまあ1位は大丈夫でしょう。うんうん、 OKOK。 そうか、あとはエピローグポイントが新島ちゃんなのか。いやー、やっぱり暁全員打倒っていうのは難しいね。6400。さてさてさて、あとはどう振っていくかだよね。こういう時ってもう特納に振るのはいいのかな。早球肩だな、肩 B にしようで、呼吸も C にして、であとは
特能だね。せっかく盗塁取ったから盗塁丸だけにはしておくか。で、あと取れるやつ、固め打ちとかも取りたいね。コツが空いてるやつはないよね。コツ空いてるやつないから固め打ちだな、点数的に。あとは特になしと。パワー上げて、総力上げて、呼吸上げて、まあ、経験点的には技術余りになるかなと思ったけど、打球伸びをね取ったんで無理やり使い切ったって感じだな。で一応 S3 か、まあ悪くはないのか。1,2,3,4,5、 あ、そうか、まあ、金徳の相性的にはかなりいいと思うんで、意外に伸びたねやっぱり。まあ、あとはね、全員打倒できればさらに違ったんだとは思いますけれども、まあ、そこが暁の難しさですね。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。はい、でちょっと編成を変えて、作成した選手がこちらになります。これはかなりうまくいきましたね。暁十傑も全員打倒できました。で、変えたところは田中山くんを抜いて、草野を入れてます。で、新島ちゃんも抜いて、四条妹を入れたので、まあ、いつもの四条兄弟を使ってますね。で、新島ちゃんを抜くと外野がいなくなるので、まあ、その代わりに草野を入れた感じですかね。で、草野は、魔術師が、金徳確定なので、まあこの編成に合うかなというところではあるんですけれども、草野と四条妹を入れることによって前イベがね4人になるんですよ。まあ、いわゆるね前4っていうね、まあ、本来だったらあんまり、やりたくない編成ではあったんですけれども、まあ、やっぱり前4がね響きましたね。鎌狩りのね1球入魂がね完走しなかったです。で、鎌狩りの1球入魂が完走しなかったんですけれども、最後に碇守を打倒ができたので切り込み隊長がついて、金徳は、1,2,3,4,5 と、あと精神的支柱か、これね精神的支柱も成功してるんで、まあ、金徳は6個になってます。で、古永くんもねわりかし働いてくれたので、パワーが S の90まで伸びてます。で、ちなみにねこれあれなんですよ、あの古永くんが働いてくんなかったからパワーアピールにしたら意外にね働いてくれたんで、パワーが90になりましたというところですね。まあ、その代わり総力は、70で止まってるんですけれども、まあ査定的にも S5、 これは初の S5 ですねができましたので、まあ、かなりいい感じに、仕上がったと思います。で、経験点的には、7435ですね。これも多分1位2位を争うくらいの、経験点になると思いますので、まあ、やっぱりね古永くん結構働いてくれればかなりいいキャラだと思いますので、まあね石に余裕があって古永くん欲しいなという方がいたら、まあ、ちょっと博打の博打ではありますけど、もう自己責任です。もう俺は全く責任取れないんで、何が出ても、申し訳ないですけど知りませんというところで、まあ、古永くんを狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。というところで、じゃあこれで本当に終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。